山口敏太郎です。機雲橋と書いてですね、帰り雲橋と言います。ちょっと非常に面白い伝説があるんですが、まあ天正年間ですね、この辺りを治めていた、まあ戦国武将がいるんですけども、突如山崩れが起き、お城が一夜にして埋まってしまったという伝説があります。まあ、一夜というのは非常にオーバーな表現で、実は、3日ぐらいはかかってるんでしょうけども、土石流とかですね、水害とかであっという間に城が埋まってしまって、一族同等の500人が死に絶えてしまったというのが、帰り雲伝説ですね。帰り雲城の伝説です。それに向かっている最中、この帰り雲橋というのがありました。もうそろそろその豪族の勢力範囲に入っているみたいですね。もうちょっとレポートを続けます。